歴史の再評価で評価が落ちた武将。歴史の細道、案内人の沙織です。歴史は日々変わるものです。戦国時代を見ても、新しい資料の発見からこれまでとは違う評価を得ることになる武将も珍しくありません。実際かつては散々な評価だったものの再評価された武将もいますが、逆にかつては高い評価を得ていたものの改めて見直されると実はといった評価を受けてしまう武将もいます。そこで今回は、かつては高い評価を得ていたものの少々評価が下がった落ち着いた武将をご紹介しましょう。戦国最強、武田信玄。武田信玄といえば戦国最強の呼び声もある有名人気戦国武将。その優れた手腕は戦だけではなく領国経営にも生かされており、かつて信玄が治めていた地では信玄鼓のように信玄が行ったであろう治水政策が今もなお名前とともに残されています。戦上手であり後の天下人である徳川家康を敗走させたという実績から、もう少し生きていれば歴史が変わったのではともささやかれている一方で、近年では晩年で少々無理をしていたのではとの評価もあります。信玄の重い不益など領民に大きな負担を与えていたことが勝頼の負担になったとの点も指摘されています。もちろん偉大な部分があるのも事実ですが、後継ぎだったはずの慶喜を追放したり、過酷な兵役、連戦、これらが武田家の寿命を短くさせたのもまた一つの事実であり、かつて愚鈍とされた後継ぎの勝頼ですが、むしろ信玄の残した負債を考えるとよくやった方なのではとの評価が生まれるに至っています。独眼竜、伊達政宗。独眼竜との異名を持つ伊達政宗は大河ドラマに抜擢されたこともあるなど高い知名度を誇りました。奥羽で戦いを繰り広げ領土を拡大した政宗、あと10年早く生まれていれば天下も狙えたとの言葉を残したとの逸話があるのも、それだけ政宗に才覚があったからこそと思われていました。しかし近年はある程度落ち着いた評価となっています。漫画、ゲームの主人公に抜擢されることで知名度は相変わらず高いのですが、一方では、では政宗は何をしたのかとなると、奥羽といういわば保守的な僻地にて戦を繰り広げ、時には負けつつも領土を拡大させましたが、しかし秀吉に臣従したことでそれも終了。むしろ戦国時代の政宗よりも江戸時代以降の政宗を評価する声が高まっているほど。まだまだインターネットもない時代に大河ドラマの主役に抜擢されたことで、伊達政宗イコールすごい人の印象が強まってしまいましたが、今ではあと10年早く生まれてもさすがに天下は厳しいとの評価で落ち着いています。豊臣四子、加藤清正。加藤清正は熊本では神とささやかれているほどの武将です。最後まで秀頼に忠義を誓ったとか、あるいは文禄、慶長の役では虎を退治したなど様々な逸話があり、かつては高い評価を得ていたのですが、近年ではむしろ清正は武官としてよりも治世官として高い評価を得ているのであって、武将としてはそこまでといった声もあります。例えば二条城会見、かつては秀吉の維持、秀頼を守るために決死の覚悟で参列したとされていました。しかし近年の研究では、そもそも清正は徳川家とも縁戚にありましたので、秀頼の保護者としてではなく徳川の縁戚大名として、つまりは徳川のボディーガード的な存在として参加したのではないかとの説もありますし、熊本城の将軍の間や田原坂などもかつては秀頼をかくまって最後の籠城戦を戦うためのものとされていましたが、
近年では家康の指示だったのではないかとの説も登場しています。もちろん熊本の城下町を整備した功績は決して嘘ではありませんが、かつて巷に喧伝されていた武勇伝は少々落ち着いたものとなっています。かつての下克上の申し子、北条早雲。かつて北条早雲といえば、浪人がその知略の限りを尽くして城を奪い取り、いつしか勢力を拡大させたとされ、戦国時代を代表する下克上の事例として取り上げられることも多々ありました。しかし近年の研究では、北条早雲という名称そのものも本人が名乗ったものでもなければ、一介のスロー人ではなく伊勢宗瑞という室町幕府の高官であることが分かっています。つまり知略の限りを尽くして機転を利かせて何もないところから国を取り、さらには勢力を拡大させたのではなく、そもそもそれなりに権限を持った人間が権力を使用して本来の目的を遂行したものだとの説で落ち着いています。マムシ斎藤道三。斎藤道三に関しては通説が変わったと言っても良いでしょう。かつて斎藤道三といえば、油売りから国持ち大名になり上がった戦国時代の下克上を象徴する武将でした。その知略、才覚などにより大名にまで上り詰めたのです。高い評価を得ていたのも当然ではありますが、近年の研究では今日斎藤道三の功績として考えられていることは、実は親子二代に及ぶものなので、個人への評価ではなくなっています。一人でことを成し遂げたとすれば信じられない才覚ですが、親子二代でとなればそれもそれですごいことではありますが、かつてほどの評価とまではいかないといった点で落ち着いています。かつて長らく斎藤道三は前半生が不明とされていたのですが、斎藤道三親子二代説ではその点を補完しているとともに、親子二代説を裏付ける資料も多数見つかっています。もちろん親子二代ではあっても大名にまで上り詰めたことは素晴らしい才覚があればこそです。油売りの商人だった父である永井新左衛門の城が守護時政房の次男である時頼教の信頼を獲得。しかし1533年に亡くなると、後を継いだ永井教秀が大名にまで上り詰めます。親子二代での国取り物語を斎藤道三プロジェクトと考えると素晴らしいものですが、あくまでも二人だからこそ実現できたと考えることもできます。天下一の器量と称された土井清義。小早川高景より天下一の器量と称された土井清義。およそ2000石、西園寺15章の一人に数えられている土井清義は、没落した土井家を再興させ、さらには伊予にて大友や長宗我部からの侵攻を何度となく食い止めました。石高そのものは決して大きな数字ではありませんが、先見の明があり鉄砲部隊が多かったとのことで大きな戦果を挙げたとのこと。さらには日本最古の農業書である清涼記を子孫がまとめたことで、江戸時代の農業にて高い農業技術の共有が可能となり、江戸時代の農業発展の礎となったとされていました。しかし武勇に関しては素晴らしいのですが、農業書に関しては空想や過大評価の類のものだとの指摘があります。つまり資料としての価値は低いとの指摘もあることから、記載されている清義の武功そのものを疑問視する声もあります。そのため高い評価は落ち着いています。ただしまだまだ検証の余地を残したものなので、もしもですが清涼記を保管するような資料が発見された場合、かつて高かったものの落ち着いていた評価が再び高まる可能性があります。まとめ。歴史は新しい資料の発見などによって、それまでの通説が
大きく変わることがあります。そのため良い評価を得ていた武将が見直されてしまうこともありますが、決して存在すべてを否定しているわけではありません。今回挙げた武将たちもかつてが高すぎたのであって、決して愚鈍な武将との評価にまで落ちぶれたわけではないことは強調させていただきます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。